まあ、小池知事がこれまで2期8年されてきたところの一番の差異を言えば、今私が前段で申し上げたところになると思います。都民ファーストはもちろん大事ですよ、東京都、東京都知事なので。ただ東京都だけでは生き残れないんです。まず本日の流れからお伝えしておきますと、今13時15分ですが、おおむね1時間をめどに会見をしたいと考えています。ちょっとその後場所の都合でどうしても片付けないといけないので、1時間で終わるようにご協力をお願いします。ですのでちょっと今日20社近くお越しとなると、可能な限りご質問にはお答えしたいと思うんですが、できるだけ焦点を絞って、で調べたら分かることはなるべく聞かないようにお願いします。はい、では改めまして、本日私石丸伸二は次の東京都知事選挙に立候補することを正式に表明します。その背景、理由についてこれからお話をしていきます。まず大前提なんですが、秋田方首相をまだまだ続けたかったという思いは、先日の市の臨時記者会見でお伝えした通りです。ただそれでも優先してやらなければならないことがある。それがこの度の選挙です。選挙での挑戦です。いつもの調子でメディアへの苦言から入るんですが、なぜテレビ局、この前の臨時記者会見を妙に切り抜く動画を作られたんですか。ホーム、ヒロテレ、TSS、いずれも中途半端に切り抜かれてたら何か意図があったんですか。ちょっと今目があったんでホームテレビ聞いてみましょうか。マイクとかなしでも大丈夫。あ、そのままで聞く。あ、行きました、マイク。はい、ホームテレビの岡森と申します。市長がおっしゃってるのは、その、私たちがインタビューで動画に出したインタビューの言葉で使った部分なのかなと思うんですけども、弊社としましては石丸市長がですね、このテレビのニュースについて尺が私ども限られている中で、伝えたかった部分というのは、石丸市長の進退とその具体的な理由であるとか、その市長の今後についてというもので、他にやらなければならないことがあるという文言はですね、少し抽象的だなというふうに受け止めたので、その当該部分の本というかインタビューは使用していません。その不適切な理由としてですね、市長がその直後にですね、会見の中で3月の議会で市の職員の働きぶりとか、自分がいなくても大丈夫だろうと思ったことが不適切を決めた瞬間という趣旨の言葉があったと思いますので、ここの市長としてやらないといけないということをあらかたキリがついたのかなというふうな表現をインタビューで使わせていただきました。でその中でですね、私どもが使った今必要なのは政治のエンタメ化だと思っていますというふうなインタビューの部分ですけれども、そちらは市長が今後どうするのかという質問の流れでですね、その中で政治の市長、石丸市長自身が政治をエンタメ化して身近に感じてもらうことが必要であるであるとか、秋田方市長を辞めるか、今後も政治を続けるというふうなですね、要素を入れたインタビューを、放送しておりまして、その後の会見でも、市長はインフルエンサーに政治家にならなければならないと発言するなど、他にやらなければならないことという部分が、より具体的になっており、政治を身近に感じてもらうために政治家を続けるという部分が伝わるのではないかなと思ったので、あの部分を、動画では使用しています。はい、承知しました。丁寧なご回答ありがとうございます。一方で新聞においてはさらっと私が話した通りで文章をまとめてくださってたのがほとんどだったと思います。読売、朝日、毎日、中国新聞は来てなかったので記事なかった、ほぼなかったんですが、新聞社の方がこちらの意図としては素直に伝わっていたというところです。改めてテレビ局におかれてはご留意をお願いする次第です。でなければこの人間がこれから何をするのか、そこがブレてくると思います。ブレて移ってしまうと心配をしました。もういいから次に行くなんて軽々しい話ではないんです。
何をどう考えても私の政治家としての出発点、原点は安芸高田市です。そこで市長をこの4年間やってきて、それでもやはりやらなければならない。確かにその言葉はそれだけでは抽象性が高かったかもしれませんが、そこのニュアンスというのは自分としてはとても大事にしている次第です。では話を続けますと、やらないといけないこと、何かといえば地方の衰退、これを止めるという作業です。今から少しお話しするんですが、正直今日の会見でここだけでもしっかりニュースに記事にしていただきたいなと思います。人口動態の話です。日本の総人口は1億2800万人ピークを打って、今1億2600万人まで2020年時点から国勢調査で減ってきてます。でそこから次の20年間で約1300万人減少します。2040年です。この数字はほぼ間違いなく実現します。人口動態というのはそれぐらい良くも悪くも変わりにくいものなんです。そうしたときに1300万人も人が減って、この町が、この県が、この国が持つわけがないんです。断言します。すでにその兆候は現れています。自治体の財政破綻という極端な例としてはまだないかもしれませんが、着実に弱ってきてます。先日4月の末ゴールデンウィークのあたりだったと思いますが、人口戦略会議が発表された消滅可能性自治体、安芸高田市入っていました。23市町のうち県内で6つのうちの1つです。しかし若い女性が5割減る、そこには届いてなくても4割以上減る自治体は14もあるんです。23市町のうち14は女性が4割減る、20年間で。決してその消滅可能性に該当しなかったとしても安心できる状態で全くありません。それはここ広島市も全く同様です。さらに46都道府県、東京都ももちろんその中には部分的にはあります。多くの自治体が今消滅に向かっているんです。なので一番大きな力を持っている東京都、ここを動かす必要があると考えました。こういうふうに話をするとややもすると誤解を招くかもしれません。安易に金をまいて都から地方へ人を移そうなんて話じゃないです。そんなことでは大した効果は望めません。そうではなくて中長期的な話です。46の道府県と密にコミュニケーションを取る中で多極分散を実現していく。1年2年じゃそんなに変わらないと思います。5年10年はかかる。ただそれでもやがて来る1300万人の消滅、その前にいくらかでも受け身が取れると思っています。受け身を取らなければならないと考えます。具体的に何をどうしていくかというのはもちろん今後の検討課題ですが、大枠お話をすれば、当然ですが道府県、各知事と連携をしっかり取る必要があります。確かつい先日だったと思います。あれは湯崎知事も参加されてた、サミットという名前だったかな、集まりがあります。それでも全部じゃないんですね。もちろん東京都も入っていません。
ただ言葉は厳しいんですが、弱い者が集まっても勝てないです。体力勝負で圧倒的に強いのが東京なので、そうした時に共に力を合わせて、この人口減少という国難です、これに立ち向かう問題を解決していく、当然に必要だと考えます。さらにその先で申し上げれば、46道府県あまりにもそれでも広いと思います。その中でやはり各コアとなっていく自治体、一つには政令指定都市があろうかと思います。全国で今20だったかな、はい、市があります。で、幸いにして私はこの4年間いろいろな活動をしてきた中で、福岡であったり北九州、まあ、広島ももちろんですが、神戸、あとは堺など、その政令指定都市の市長、首長と接点も持たせていただきました。そうした方々と共に地方であり日本の課題、これを解決していく、この動きを起こしたいと思います。で、こういう話をすると私の友人が面白いことを言ってて、それつまり国民ファーストだねって。でもそうすると都民はセカンドなのかっていう話に言ってしまわないようにお伝えするんですが、東京の課題も同時に解決できます。それこそ今の小池知事、公約にいくつかゼロを掲げられてましたが、そのほとんどが人口集中、過密に原因があります。すべてと言っても過言ではないと思います。だからです。解決が難しかったはずです。7つのゼロかな。その中で、ペットの殺処分であるとか、あとは待機児童でしょうか。そのあたりは、進展があったように私も見ていましたが、まあ、なかなか手が出せない民の部分もあるので、進捗は芳しくないところも面もあったかと思います。いずれにせよです、全部が対症療法です。ものすごくコストをかけながら、なかなかパフォーマンスが上がらない、なんならこの問題が終わらないと、そういう構造的な問題がそこにありました。であるならば原因療法、なぜそれが生じたのか、そこにアプローチするのが当たり前だと思います。少し怒れば、東京の過密を解消することによって東京都を世界で一番住みやすい街にできると考えています。秋田方市で目指したのは世界で一番住みたいと思える街、その表現の機微は議会であったり記者会見の場であったり、なんなら広報誌でも説明をしてありますので、よろしければそちらをご参照ください。秋田方市で目指したものとは言葉は似ていますが大きく異なります。その文字の通り、住みやすさ、これを東京で追求することが、すなわち地方の活性化につながるという見方です。一石二鳥、一挙両得と小池知事の言葉を借りれば、アウフヘーベンですか。なかなかそういうおいしい話ってのは世の中ないんですが、今回ばかりはそれができると思っています。しなければならないと思っています。ですので今回私が都知事を目指し、その中で実行していきたいのは、東京の発展、そして地方の発展、
すなわち日本の発展です。これがならなければ20年後悲惨な未来が待ち受けています。下手すると20年持たない可能性があります。昨日のイベントでお話をしましたが、日本の崩壊は地方から始まると見ています。地方の経済が回らなくなる、地方の社会が崩れていく、そうしたとき当たり前ですが首都東京も今のまま持つわけがありません。なので一刻も早く手を打ちたいと考えています。ちなみにですが、今お話しした人口戦略会議、その前段がありました。10年前、いわゆる増田レポートが出されました。増田博也さんだったと思いますが、今日本郵政の社長でいらっしゃいますよね。くしくもその増田さんは2016年の都知事選に出馬されていました。でその時に手が打ててれば随分状況は変わったんじゃないかなと思います。そこから変わっていてほしかったなというのが正直な思いです。当時私は東京都民でなく海外に住んでたので、投票することもかなわなかったんですが、そのように海外から日本を見ていました。もう8年過ぎてしまったんですが、まだ間に合うと思ってます。まだなんとかなると思っています。急いで東京を動かして日本を動かしていきたいというのが私の所信になります。以上ざっとですが私の見解を表明しました。ここからは質疑応答に移ろうかと思うんですが、よろしいでしょうか。ちょっと水をいただきます。ご質問ある方は挙手をお願いします。マイクを渡します。あ、じゃあちょっと後ろ、あ、NHK 順番で。あ、すみません、 NHK の石田と言います。何点かお伺いさせていただきたいと思います。すみません、今石丸市長は石丸市長というより現職で秋田市長をやられていらっしゃると思いますけど、ただ任期が、東京都知事選に被る形になると思うんですけど、ただ、選挙のためにいずれ、東京にご拠点を移されたりとか、でそのためには今現職を辞任しなきゃいければならないかなと思うんですけど、そういったタイミングについてはどのようにお考えでしょうか。はい、可能な限りこの現職は務めたいと思っています。ただ実際いつにするかというのはまだこれからの調整です。少なくともこう6月にはとか来月にはとか、そういったところもまだあまりないです。6月20日が告示ですので、はい、6月にはもちろんですね。6月中ぐらいには、までにはという感じですか。そうですね、はい。さすがに前日とかだと移動するだけでも大変なので、やはりバッファーは必要だと思いますが、それこそ小池知事が出馬表明された前回って1週間前とかだったかな、告示の1週間前とかというケースも、あるようなので、自分の公務を見ながら、はい、調整をしたいと思います。次お伺いしたいのが、ないとおっしゃってたと思うんですけど、どこかの政党から出るとか、支援を受けるでしたりとか、で確かそれがなかった場合、その東京で選挙活動するにあたって、後援組織団体でしたりとか、あるんでしょうかというのをお伺いしました。はい、政党の支援は受けません。無所属で立候補します。というのは少し理由を説明すると、往々にしてこういう大きい選挙というのは国政の影響が強いわけなんですが、国政の代理戦争をしている場合じゃないというのが私の危機感としてあります。決して国政を軽んじるわけではありません。
念のためお伝えしておくと、ただ今の与党野党、まあ、それぞれ主張があって、で今であるとちょっと野党の方が勢いがあるんですか、で政権交代だと言われてます。それは結構なんですが、政権交代してその先どうするんだろうと、一体この国を立て直していくのに何年かかるんだろうと、そこに巻き込まれてしまってはもう間に合わなくなると思います。変える変えないの議論が始められなくなってしまうので、あえてそこは距離を取らせていただきたいというのが私の考えです。ただそうすると、今ご質問の中にもあったんですが、選挙戦というものは非常に難しくなります。厳しい情勢になります。組織というものを持たない立場だからです。実際今政治家をやってはいますが、秋田赤田市長選挙に出た時の講演会というものは実質今機能はしていません。4年前の選挙の時に手伝っていただいたというところで活動は止まっています。なので改めて4年ぶりに、まあ、現地で主には東京都内もしくは東京圏、もちろん全国からでも構いませんが、手伝っていただける方を募集していくというのがこれからの動きになります。つまり、まあ、今の時点ではガチとしたこういう組織とかこういう団体グループと一緒にやるとかってわけではなくて、まあ、これから募集していくというか集めていくというのかな。はい、そうです。どこか大きな組織に頼りたいところもあるんですが、やはりこれはまあ市長をやってた時に実感したポイントで、特定の勢力が近くにあると政策の舵取りが難しくなると思います。で今回の話で言えばものすごくマクロの政策になっていきます。そうしたときに、まあ、本来そうあるべきなんですが、是々非々というもの、これをしっかりとやっていく必要があるという考えですので、どこかの勢力に、まあ、組みしてもらうというのはなく、まあ、理想としては、まあ、草の根というんでしょうか、多くの方に興味関心を持っていただいて、東京都の方はもちろんなんですが、それ以外の方にもこの選挙、この政治に注目してもらいたいというのが私の願いです。すみません、隣の方、最後質問があるんですが、すみません、所信の表明の中で、他局分散が、人口減の対策になるという趣旨の話があったと思うんですけど、まずその理由と、まだ具体的な部分は今後検討して考えていきますというような話だったと思うんですけど、今の時点で何か少しでも具体的に、例えばこういうことをまず都知事になったらやってみたいですというものが何かあれば、ちょっとお伺いしてもいいでしょうか。最後にすみません。はい、まずその理由のところなんですけども、少子化の背景は複雑です。いくつもの要因がそこにはありますが、一つの現象として分かりやすいのは、都市部に若い女性が集中しています。その男女それから年齢層の偏在が婚姻数の減少、まあ、日本の場合はそれがおおむね少子化につながるんですけども、なのでそこをリバランスするその必要があるという思いですいます。でもうちょっと言うと、実際、この前の消滅可能性自治体の話でいけば、秋田赤田市と広島市、社会的な増減ですね、人の行き来がなければ秋田赤田の方が人減らないんです。要は出生率が高いんですね。広島市の方が若い女性減るんですよ。ただ広島市は外から吸えるので、その減少率がマイルドになります。秋田方は逆に吸われるので激しくなります。なので女性の若い女性、まあもちろんそれだけではないんですが、例えば一つそれを再調整するような仕組み仕掛けが講じられれば、その人口動態の中のアンバランス、これが是正されるので、もちろんすぐに効くわけではないんですが、
少子化の一つ対策にはなろうかと思います。少し言葉変えれば、合計特殊出生率も田舎の方が高いんですね。はい、まあ確かに子育てをしやすいというのもありますし、あとは子育て支援も財政各自治体苦しいながらも、それこそ巨人東京大都市に負けないように精一杯振ってますよ。もう全振りって言ってもいいぐらい財政をそっちに傾け出しています。でそういうところに、あとは何かきっかけであったりベースがあれば、人口移動というのが、まあ、緩やかにではあるんですが起きていくんではないかと見ています。こんなところでよろしいでしょうか。ありがとうございます。あ、じゃあ、前に行きましょうか。ちょっとマイク、前に渡してもらっていいですか。すいません、ちょっと人手がされてるので、読売新聞の中ですので、ちょっとマクロの話とミクロの話がありまして、まあ、都市選に臨むと決めた以上、その都市選の公約ですね、つまりその何本の大きな柱があって、まあ、住みやすい、世界で住みやすいとか、一挙手する是正というのがありましたけど、それがまあ何本の柱であって、その、それぞれの項目、ざっとどういうふうに考えているかということが一つで、ミクロの話としては、その今現在、6月の10日から、議会が始まる、議会が始まると言って決まって、それに対してどう挑むのか、まあ、つまりそれ以前に、まあ、市長の実数の去年の、スケジュール的なものを。はい、まず1点目の方なんですけども、公約、まあ、カチッとしたものは、それこそ告示に向けて固めていきたいという考えです。ただ、私のその意識というか、ビジョンとしては、これはもう大枠できてます。皆さんよくご存知のやつですね。政治再建、都市開発、産業創出。やはりこれは、どこに行っても変わらない基本のメソッドなのかなと思います。政治が歪んでれば、当然その先全部うまくいかないわけです。なので、この、まあ、3つの基本方針って言っていいんでしょうか。はい。これを軸に、公約をまたここから整理していきたいと思っています。ちなみに、これも誤解を招いてはいけないので先にお伝えするんですが、今の東京都政、東京都議会と言っていいんでしょうか。そこに目立った問題があるという認識でいるわけではありません。私もこの1年間ちょっと東京都議会の様子は割とチェックしてきた方です。それこそ議事録は一通り目を通しています。で、その感想をちょっとお伝えすると、お世辞を言うつもりはないんですが、さすがだなという印象です。さすが首都だなと。さあ、ひとえに、まあ、議員の方であり、おそらく執行部の職員の皆さんの働きぶりがそこに現れているんだろうというふうに感じました。まあ、知事の答弁だけではなく、まあ、知事の答弁むしろ少ないんですが、各局長ですか、所管部署の答弁と議員の質問がしっかり噛み合って、そして議員の方の質問も、実に多岐にわたって、東京都の課題、大きいものから小さいものまで、時間軸が短いものから長いものまで、本当に網羅してあるなというふうに受け止めてますので、そこを問題視しているわけではありません。ただ、基本の方針としてお伝えをしました。で、二つ目の、秋田方市議会が今度始まりますがどうだというところなんですが、これはまあ調整をしていくというところです。で、どこと調整するかというと、一番大きいのはやはり職員です。はい。残される職員といろいろ議論をし、どういう体制がいいのか、どのように進めればいいのかというのを整理をしたいと思います。先ほど東京都の方を褒めたんですけども、秋田方市の職員も今相当に頼もしくなってますので、はい。そんな彼らと話をして最後どうするか、はい。それを決めたいという思いです。他にはいかがでしょうか。じゃあ、こっち行きましょうか。ちょっとすみません、手渡しで、それで言います。私の名前です。まあ、VTR の議事録など読まれてきたと伺いましたが、いつ頃からこの東京都知事選っていうのは考え始めてたんですか。4年前です。じゃあ4年前の時から結構ずっと頭の中にはあって、いつか当選するかもしれないとは考えていて、
はい、4年前は私都民でしたけども、2020年のこのタイミングですね。まあそっちが先だったんですけども、はい、ただそれはあの実現可能性というか自分の本気度としてはもちろん低いですよ。あの会社辞めてないので立候補してないので、ただ頭の中には当然選択肢としてありました、ね、これも話すの長くなるのでしませんが、はい、そもそも秋田赤田市長選挙に出た背景にその根底に政治に対する問題意識があったからですね、はい、4年前の都知事選のタイミングでもちょっと考えはあったので、はい、1週間前の会見の時はまだ全てが選択肢にあるというふうにおっしゃってましたが、この1週間でじゃあ何が変わった、どういうことが結構固める壁だったのかというところですか。はい、一番大きいのは時間が経過しました、はい、これは大きな要因です。東京都知事選告示日まであと1ヶ月というところまで迫った。そして自分の、まあ、公務ですね、その都合を見てもだんだんと、まあ、残りの任期の中でそれが消化されてきている、この時間の経過があって決意を最後したという状態です。東京都民だった時期というのはいつになるんですかね、いつからいつまで。ニューヨークから帰ってなので2018か9かぐらい、2年間ですね。あ、その前もいました、はい、なので通算東京都にいたのは10年ぐらいですね、はい、今の、まあ、小池知事はまだ態度を明らかにしておりませんが、まあ、小池知事、まあ、小池都政についてはどのような評価、どのような考えをおられますか。これでもむしろメディアの皆さんに聞きたいというか、メディアの皆さんが評価して記事にしたらいいんじゃないんですかっていつも思うんですけど、それこの人間に聞く意味がなくあるんですか。ちょっといや意地悪で聞いてるだけなんですけど、まあ、当然まあ小池知事出るかどうか分かりませんけど、はい、当然まあ小池知事も出た場合は当然小池知事をこのまま続くよりは自分の方が良いと思って出るわけですから、まあ、そこをどう考えているかお聞きしたい。なるほど。とまあ、小池知事がこれまで2期8年されてきたところの一番の差を言えば今私が前段で申し上げたところになると思います。都民ファーストはもちろん大事ですよ、東京都、東京都知事なので。ただ東京都だけでは生き残れないんです、当たり前ですけども。だときに都民ファーストをするんであればそれ以外のことも大都市東京は考えないといけないじゃなかったのかなという思いです。はい、うちだけにはいかないですよね。あの一大需要地である東京都、その都民に供給しているのはそれ以外の地域じゃないですか、まあ、関東圏だけでなく北海道から本当沖縄までってなった時に、やはりそのバランスをそのリーダーたるものを考える必要はあるのかなという思いです。あとは市長辞職のタイミングは、まあ、まだ決まってないのですけど、まあ、基本的にはまあ20日必要で、まあ、それ以前に辞める場合はまあ議会議長の許可が必要かと思いますが、だからまあちょっとまあ議会が議長をすんなり認めればいいですけど、まあ、20日ちょっと見た方がいいのではないかと思うんですが、そうするとどうなるんですかね。6月、5月中に辞職願を出すとか。議会辞職認めないですかね。まあ、そこは分かりませんが。めっちゃ辞めて欲しがってませんでした。ね、それこそよかったら皆さん取材に行ってあげてください。辞職要望をしてきた団体もありましたよね、RCC と中国新聞今日来てますよね、はい、ぜひ取材に行ってみてください、はい、あ、ちなみに RCC まだこの前のヘッド伺ってないんで今伺ってもいいですか。はい、RCC の家森と申します。この間の返答とおっしゃるのはおそらく公開質問状でいただいた文章かと思います。そちらにつきまして5月の8日付で、期限内にですね書面にて回答をさせていただいております。え、はい、それをいただいたのでじゃあ今お答えすると全く回答になってないです、はい、お伝えすると、印象操作であるとかなり変更的な報道になっているという評価をしました。実際コメント欄は RCC への批判であふれています。これをどのように受け止めていらっしゃいますか。文書にて回答させていただいた内容今答えてください。
答えられないと残りの時間が過ぎていきます。ここにいらっしゃる限りは質問を続けます。そうであれば他者にも迷惑がかかりますので退席をさせていただきます。ではお疲れ様でした、はい、またお越しください。ではすみません、戻って、はい、他よろしいですか。あ、なので議会とのあれはもういいですか、はい、なので普通のロジックでいけば早く辞めるっていうのは認めるものなんじゃないですか。だって問責まで出してたんですよ。問責出してて、で議長も本人の問題なんだから辞めてければ辞めろって、これ中国新聞だったかね、記事にされてたと思うんですけど、それ辞めるっていうんだったら早く辞めやってなるんじゃないですか、はい、他はいかがでしょうか。はい、記者として退席をさせていただくんですが、カメラについてはいかがでしょうか。同様です。はい、お疲れ様でした。すみません、同じく朝日新聞の中村と申します。先ほどおっしゃった他局分散のところで伺いたいんですけれども、人口移動が緩やかに起きるように、この話を先ほどされたかと思います。で、そうすると、市長が考える他局分散の政策というのは、その直接的に働きかけて、他局分散を促すというよりも、他局分散につながるような仕組み作り、枠組み作りを目指しているという理解でよろしいでしょうか。はい、おっしゃる通りです。何か具体的なこの、内容とかがお話しいただける範囲でいただけるとありがたいんですけれども、はい、まず小手先のインセンティブは無駄な金になると思います。今いろんな自治体が移住を促進しようと補助金を出したりしてるんですが、それはもともと移住を考えてた方がちょっと楽になるっていうぐらいだと思います。今まで考えてない人が女子じゃあ移ろうとはやっぱりならない、なりにくいんですね。なので今ご指摘あった通り、もっと大きな枠で環境を整える必要があると思います。具体的に申し上げれば、さっきの都市開発産業創出、そこに衣食住がちゃんと回る環境がある、もっと言えば仕事があるですよね、当然子どもがあれば学校とかもいるんですけど、そういった状況をすでに各自治体にあるにはあるんですが、そこにうまくつなげていくというのが必要なんではないかと思っています。基本的にこれまでの施策というのは、せいぜい都道府県ごとだったと思います。先ほどの知事連合の方では、もう少し大きな枠で、ただそれでも共同というところまでは私が読んだ限りはまだ至ってないのかなと思うんですけども、例えば、一つ本当に小さなというか個別の例を挙げれば、やはり福岡市ですね。あそこの町は本当に町として発展をしています。もう見ればわかる感じで、なので人も増え続けているんですね。そうした例を参考に、その環境を、全く同じようにはもちろんできないんでしょうが、はい、他でも、作っていく。でそれは単独の力だけでなくて、東京都の方からもそれをアシストすることができる、それが人もの金、どのレベル、もしかしたら情報も含めて手を貸せるかというのはこれから実際考えてみないとわからないんですが、そのマインドセットは必要だろうと考えています。動きとしては各知事だったりと連携を強めて、そういったことを目指していくということでしょうか。はい、そうです。わかりました。もちろんその筆頭は広島県であり広島市です。はい、馴染みがあるので、広島ばっかり優遇しようという話じゃないです。毎日新聞なんです。すみません、ちょっと本質問、ちょっと本筋からもしかしたら外れるかもしれないんですけども、先ほど、一定の、政党に組みすると、政策が歪んでしまうので、で、それこそ知事、市長が、市長、政治のエンタメ化を掲げてらっしゃって、当然、党会長に向けてもそういったエンタメの要素を、盛り上げていくかと思うんですけども、今回の、この都知事選にあたって、この選挙プランナーだったり、そういった選挙プランナーに依頼されるご予定とかも、すでに依頼とかされたりしているのでしょうか。いえ、そうはなっていません。もちろんこの先どうしようかというのはあるんですけども、ただいずれの選択肢を取ったとしても、いわゆる
これまでの選挙にはしたくないというか、しない方がいいんだろうなと思ってます。なぜならば、今までの選挙を続けた結果、つまんないな、興味関心が損なわれてきたんではないかという、これはかなりの疑いというか、そこに原因があると考えているからです。そうではなくて、本当に有権者の方を向いた、都民の方を向いた選挙、なんならそれを東京都外から、全国から見てもらって、政治に意識を向けてもらう、そういう機会にしたい、しなければならないというふうに思っています。ちなみに、これも誤解がないように、ごしょっちゅう言わないといけないと思うんですが、政治のエンタメ化というのは、明言してます、言い切ってます。が、それは単に面白おかしく茶化せばいいという軽薄なものではありません。断言しておきます。そもそものエンターテインメント、もてなすという意味です。ラテン語だったかな。内に入った状態を保つと、空間を保つという意味らしいんですが、もてなしの意識、その最たる例は本来政治であるべきです。しかしながら今の政治にそれがあるようには感じられません。それは一国民としてそう思ってますし、思ってきました。であるならば、改めて国民と向き合う、都民と向き合う、でその様をいろんな人に見てもらう、そこから政治の再建が進んでいくんだというふうに考えています。大丈夫ですか？はい、すいません、ちょっと追加なんですけども、まあ、今全国の人に見てもらうという形で、で、まあ、でまたおかしいなと、まあ、そういった方々から、まあ、協力を得てもらうということで、今、まあ、市長、まあ、すごい SNS との、まあ、マッチが、まあ、すごいあると思うんですけど、まあ、例えばその YouTube で呼びかけたりとか、そういったなんか具体的な方法とかっていうのは、YouTube の、まあ、た例えばの話で、YouTube でそういったあの協力を求めますとか、そういった呼びかけだったり、なんかそういった具体的な戦略とかっていうのはあったりされるんでしょうか？具体的な戦略は今現在まだ持ち合わせていません。ただ、おっしゃった通り、SNS、YouTube を使って、まあ、人を集めるというか、力を借りるっていうのは基本の戦略になるかと思います。はい、全く基盤がありませんので、はい、それしかないというのが正直なところです。ありがとうございます。後ろお願いします。すみません、ホームテレビの香りです。2点あるんですけれども、ちょっと1点は確認で、先ほど無所属での出馬を明言されたと思うんですが、これは既存政党からの推薦なども受けないということでよろしいでしょうか？はい、そこをすごく悩んだんですが、私もあまり詳しくなかったんですけども、公認推薦ぐらいまでがいわゆる政党の推しなんですよね。で、その下に、言葉としては支持みたいなのがあったかと思います。もし可能であれば、この支持というものを求めていきたいなという考えです。どちらの政党でも構いません。本来的に、本質的に、今私が話してきたような考え方、東京都と地方の発展を願うと、その考え方を支持してくださる方であれば、党であれば、歓迎したいと思います。ということは、支持をこれから求めていくということで、ただその、まあ、いろんな党に支持を求めた際に、その党の方針であったりとか、まあ、もちろん複数政党の、支持を求めた場合、そこで相反していくようなこともあると思うんですが、そうなった場合は、どのように対応というか、されるおつもりでしょうか？すみません、言葉足らずでした。支持を求めていくというのは、正確に言うと、今ここで表明したというこの行為です。改めて個別の政党にお願いしますというふうには、おそらくならないんじゃないかなと思います。なぜかといえば、そうすると距離感が個別に生まれてくるからです。で、であるならば、今ご指摘いただいた、支持している政党同士の摩擦、関係なくなれるはずです。地方と東京、これらを一緒に考えてみようという発想、これに乗れるかどうかです。乗れないんであれば、それは結構です。乗れるっていうんであれば、正直、後のところは、まあ、さまつとは言わないです。ただ、それはまた後で議論してください。今、急がないといけないのは、地方の衰退を止めることです。これを止めないと、東京都も持たないんです。日本が崩壊するんです。
この危機感が共有できない等であれば結構です。はい、ありがとうございます。これについて何度も言って申し訳ないんですけれども、まあ今この表明があってですね、まあ、もしかしたら A 等 B 等 C 等が石丸市長を支持しますとなった場合、この A 等 B 等 C 等の支持はするけども方針が違う場合もあったりしますよね。そういった場合っていうのは、まあ、考えてないかもしれないんですけれども、どのように対処されるのでしょうか。方針というとそのまあ、東京と地方の関係をどうするかという中での方針ですか、はい、それともそれ以外のところで、東京と地方とどうするかという関係という点とそれ以外の考え方も、まあ、党となってくるさ経済政策であったりいろんな考え方があると思うんですけれども、まあ、そこも、相反していく可能性は、支持は石丸市長を支持するけども A 党 B 党 C 党のそれぞれの政策についての考え方は違うというふうな場面も出てくると思うんですけれども、そこはその石丸市長がもし、都知事になられた際にそこの党の考えというのはあまり、影響市長の政策に影響はないのでしょうか。はい、基本的には意に介しません、介してはならんと思います。それは国政でしっかりやっていただくべきだと思います。それを都政に持ち込み出すからややこしくなってるんじゃないんですか。もちろん都議会の中に政党色があって会派があるのは十分理解をしています。ただ本来的に何回も言ってますが二元代表制において首長と議会は相反する対立する概念です。議員議会は全員が野党であり与党なんですよね、本来的にですよ。ってなった時に、そこで毎回議論をストップさせてはもう間に合わなくなってくるので、そこはもう超えていきたいと思います。今のお話をお伺いすると、まあ、あの都知事になられた際もその選挙の時の支持以下によって石丸市長の政策が変わることはありません。ないです、はい、ありがとうございます。であのちょっとあの広島のメディアですので、ちょっと広島の目線でちょっとお話をお伺いしたいと思うんですけれども、まあ、秋田方氏の、市長選不出馬を表明されて、で今日正式に都知事に立候補されるというふうな意向を示されたわけですけれども、秋田方市民の方ですね、取材をした際にまあ、もう一期やってほしかった、このまま政治再建財政立て直しであるとかやってほしかったというふうな市民の方の意見もかなり伺うことがあったんですけれども、まあ、そういった声に対してですね石丸市長自身の今のお考えであるとか、ご感想など受け止めを伺えますでしょうか。はい、おそらくそうした市民の皆さんの声気持ちというのは秋田方氏を何とかしたいと、これからもできる限り残したいという願いだと思います。で、その願いは私が今からやろうとしていること、ここにつながっています。自信を持って断言します。なので決して秋田方氏の皆さん市民に対して申し訳ないという思いは全くありません。むしろそのためにやるべきことがある、そのように考えました。今のお話を伺って大変恐縮なんですけれども、先ほどのお話があった際に、まあ、東京都知事選までには、市長辞職するということ、まあ、任期あと、6月に辞職すると2ヶ月ほど残しての、辞職という形になるわけですけれども、そこに対して、まあ、秋田方市民の方はですね、まあ、なかなか最後までやり遂げることが、まあ、市長としてあるべき姿なんじゃないかというふうな声も聞くことがあったんですけれども、そこに対しての今のその意見に対する市長の受け止めはいかがでしょうか。その気持ちは分かります。そうおっしゃるケースが多いという認識は持ってますが、実際問題残り2ヶ月じゃあそこにいたら何かが変わるのか、感情論ではなく理性の話で現実問題変わらないと思います。8月9日最終日、私が市役所で花束をもらって見送られる、私の満足度がちょっと上がるぐらいだと思います。それでより大きなチャンスを逃すわけにはいかないっていうのは誰が聞いても分かる話かと思います。まあ、今言ったですね、まあ、少し市長任期を残して辞めるのはどうなのかというふうに現在者は、まあ、今のご回答で、石丸市長のお考えというふうに受け取ってもいいですよね。はい、じゃあ少しだけ補足すると、確かに残りの任期はあるんですが、それでも離れられるという思いが、強い思いが今はあります。先日もお話しした通り、
残りの職員が副市長以下しっかりとあの町を支えて引っ張って今いますので、はい、市長が今そこにいなくてもすぐさま支障はないと考えています。わかりました、ありがとうございます。カニはいかがでしょうか。あ、じゃあ後ろに行っていただいて、ちょっと水を飲みます。失礼しました。東京から参りました東京新聞の原田と申します。よろしくお願いします。まあ、都知事選まだ候補者は出揃ってないんですが、前回6割の得票を獲得した小池知事がも出る可能性があります。野党も共闘して、まあ、それに対抗する候補者を立てると思われます。まあ、そういう協定がいる中での今回の選挙戦の勝算、どのように考えているんでしょうか。勝算があったらそれほど楽なことはないですよね。こんなに記者会見力入れたり、昨日のイベントから戦略考えないです。出たとこ勝負でいくと思います。はい、ないからあの手この手を今講じています。選挙戦、今までにない選挙戦をおっしゃってまして、まあ、具体的にはこれからだと思うんですが、まあ、あの市長が交流のあるインフルエンサーの方を巻き込んでいるとか、まあ、そのような、まあ、ことぐらいしか私は記事で思いつかないんですが、どのような具体的なプランがあるのかっていうちょっとアイデアを教えていただけないでしょうか。はい、やはり鍵となるのは情報の扱いだと見ています。なので今日皆さんをお招きしたところです。まずはマスメディア、そしてインターネットメディア、どっちがどうというものではなくて、両方とも今の社会において必要不可欠な存在です。それをフル活用して国民の意識を選挙に向ける。今までできてましたか。毎回終わってから投票率下がりましたってニュース報道されるじゃないですか。悲しくなりませんか、ね、選挙の前にやりましょう。それ今回は投票率上げるんですよ。爆上げにしましょう。でその結果選ばれた都知事だったら当然文句もうないですよね。これがいいんだって言って。ただ今までそうなってたんだろうかと、選択肢が十分に提供されてたんだろうかと、という思いが有権者としてあったので、誰もやらないんだったら自分がやってみようというふうに思いました。なので情報をうまく扱う、でそれは東京だけに限らないんです。全国民の意識を東京都知事選に向かわせたい、そんな思いを描いています。ありがとうございます。ちょっとこっちに移して。共同通信の上脇と申します。ツイッター、X などで国政へのステップアップとしての都知事選の出馬なのではないかという声も見られるんですけれども、その点についてはお考えはいかがでしょうか。違います。それは一体どういう、まあ、気持ちはわかりますよ。それもただ私が国政目指して何をしたいか今じゃ見えてますか。いや、もしそれが後ろにね、透けて見えるんだったら、その読み正解ですけど、当てずっぽうで言われてますよね、多分ね、そういう意見って。はい。なので、そんなことはないです。これでもし、私が、まあね、最近言われてたね、都知事の次は、ね、初の首相か、みたいな、ドラマを描いてそうだったら、そういうふうに言ってもらって構わないんですが、はい。この前の、ね、広島一区で一騎打ちだっていうのは、あれ、勝っても、毎日勝ってもですよ、毎日。首相にはなれないですよね、絶対に。はい。なのであれは分かった上で、はい、いろんな方にいろいろ想像を巡らせてほしいから言ったまでです。なので、はい、これで国政なんていうことは全く考えてません。もう一つなんですが、個別の政党への支持を求めることはないというふうに報道していましたけど、今日までの間にどこかの政党とそういった支持についてのやり取りもされてないということでしょうか。何度か相談はさせていただきました。そうですね、相手方があることなので私の方からは控えたいと思います。わかりました、はい、ありがとうございます。すいません、ちょっとマイクこっち持っていいですか。申し訳ないです。なんともすいません、朝日新聞の中村です。小池知事と今までお話しされたことってあるんでしょうか。ないです。
先ほどの他局分散の話、他の知事だったり首長の方とは、そういったアイデアを共有して賛同を得られたとか逆に批判があったとかそういったことっていうのはいかがでしょうか。オフィシャルな場でこれを議論したことはそんなにないですね。もちろんそういう話はします。もちろん なぜならば全員課題認識が共通だからです、はい、私がなので特に個別の親しい方とかそれこそ LINE とかなんか SMS でやり取りしてる方に、話をしたらぜひやってほしいとかそれこそ東京都知事の出馬を昨日話したあたりでものすごい連絡をいただきました。それをやらないともう地方が持たないというのはもうほとんどの自治体で共通認識になっていると思います。実際、さっきの消滅可能性自治体発表されたときに各道府県の知事コメントされてたと思います。先日はあれは、丸山知事は島根でしたっけ、なってます、はい、丸山知事も会見でおっしゃってましたよね。単独の、単独でどうにかなる話じゃないと、東京一極集中が根っこにあるので個別では限界があるというふうにおっしゃってました。その意味では、まあ、東京都外ですけどもかなりほぼ全部共有しうる問題意識だろうとは思います。市長のアイデアを今支持表明されている知事だったりとかっていう方具体的にいらっしゃったりしますでしょうか。はい、いらっしゃいますがまだ個別のやり取りの中なのでちょっと私の方からは今発表がしかねます。まあ、もしこの先賛同しますみたいな声を上げてくださるのであればそれこそ SNS とかで、まあ、それぞれの記者会見とかで言及していただけると私としては助かるかな。ちょっとこっちから言うのは控えようと思います。ありがとうございます。はい、じゃあすいません、後ろにマイクをいただいていいですか。ごめんなさい、ちょっとホームテレビの方です。先ほど、京都さんの、質問に対してのちょっと確認なんですけれども、私の先ほどの質問で、まあ、指示はこれから求めるような動きはしないとおっしゃったと思うんですが、ただご相談はされているというところでその辺ちょっと違いというか、なんて言うんだろう、表だっていうというか真正面からぜひ応援してくださいっていうような言い方はしてないというしないということです。はい、あくまでもこういう考えなんですけどどうですか、乗れそうですか、同意してもらえそうですかっていう、まあ、そこの境目は難しいんですけど、はい、まあ、党員になったりとかっていうことは、では全くないということですね。はい、あくまで、まあ、私はこういう考えなんだけど応援してくれるならどうぞというか、はい、そういうふうな、はい、この基本のポリシーに同意できるか否かですね。なので支持という言葉が、まあ、ちょっとね、なんか言葉のランク的には何かあるんですね、支持とか支援とかっていう、正直その差もあんまりわからないのでただの支持というふうに捉えていただいた方がいいかと思います。ごめんなさい、まあ、今の話を受けて改めて確認なんですけれども、だからそういった成功の政策とかに考え方に石丸市長自身が背中縛られることはないということ。はい、その通りです。わかりました、ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。もう間もなく1時間だ。あ、じゃあお願いします。ちょっとマイクのバトンパスをお願いします。広島でインターネットマガジン広島ってのやってます、田村と言います。まあ、せっかくちょっともう話も硬いんで最後ぐらいなんで柔らかくサンフレッチェ広島のことも含めてですね、まあ、人口の話も出ましたけども、新しいスタジアムできて、しかもよくご存じのように新しい夢が広がってきたんですけど、まあ、スポーツ、サッカーも含めながら今の今日のいろんなお話と絡めてですね、今後何かいいアイデアとかあるいは思い出もちょっとぐらい語ってもらってですね、ちょっとサンフレッチェ選手が発言して問題もありましたが好きなことを聞いていただきたいと思います。はい、では今サンフレッチェというワードが出たのでそれについてお話をすると、秋田方市はサンフレッチェのマザータウンとしてこれまでありましたし、これからもそれは全く揺るがないというふうに考えています。それは市長が変わろうともです。それほどまでにもう深く深く秋田方市の中にサンフレッチェというものは浸透しているという印象を持っています。で、少し話を広げて J リーグ、まあ、サッカーですね、日本として大事にした方がいいんだと思います。なぜならば
大きなマーケットにつながっているからです。全人口の半分近くがワールドカップは見ると言われている。その、まあ、一大エンターテインメントですね、それこそ、はい、でその中でそう遠くない将来日本代表は優勝するんだと思ってます、信じてます。でその時に、まあ、願わくばサンフレ出身の監督なのか選手がいらっしゃると、まあ、余計に個人的には嬉しいなと思います。ただ東京はまた違うチームもありますので、それはもちろんその他際には全力で応援をしていきます。いずれにせよ、どこかだけの小さな話じゃなくて、みんなで盛り上がると、みんなで力を合わせるというのが今そしてこれからの時代に必要な考え方だろうというふうに思っています。他はどうでしょうか。1時間ぐらい経ったんですが、じゃあ最後にしましょう。はい、締めの質問をお願いします。あ、すみません、NHK の石田です。すみません、すみません、私はこの前の会見すべてみたいなので、不出馬ですね。明らかたの方でそのご自身のこう後継候補であったりとか、その今後出る方について私の後継ですとか、そういったような形のこう表明ないし、そういったことをすることって考えられるでしょうか。これは NHK 厳重注意ですね、その前の会見に言ってます。はい、まあでも改めて今全国に伝わるかと思うのでお伝えすると、はい、今のところありません。ただ真に志のある方、意思と能力のある方は当然に応援したいと思います。はい、よろしいでしょうか。じゃ、ちなみに最後僕から1個だけ聞かれるかなと思って待ってたんですが、なかったんで言うと、今日なんでネクタイ紫なんですかとかなかったですね。気にならなかったですか。今まで緑でやってきたんですよ。前回の選挙の写真も緑で、まあ、緑をねつけること多かったんですが、もろかぶりじゃないですか。政党に都民ファも維新は黄緑か、でもそっちとかぶってしまうので自分の好きな色だったんですが、今回諦めました。で代わりに何がいいかなと思った時に、サンフレッチェじゃないんですよ実は。たまたまサンフレッチェと一緒ってのは自分の中で嬉しいんですけど、赤と青を足した色で紫にしました。その国政政党、大きな政治の動きで右か左かという議論があります。まあ、アメリカなんか分かりやすく赤と青ですけども、はい、そこに縛られるんではなくて、もっと大事なもの、それを右も左も合わせて実現していく必要があるという思いで紫というものを選んでみました。なんか僕の期待通りの反応で、ネットの界隈で、ね、右か左かみたいな、それぞれがなんかディスり始めてるっていう現象が起きてます。大歓迎です。むしろそうやっていろんな方が、まあ報道はありますよ、やりすぎるのはもちろんダメなんですけども、ただ関心持ってないよりかは100倍増しです。でこれまでそうなるようにいろんな発言をしてきました。右に寄ったり左に寄ったりで、実際じゃあこの人が右なのか左なのか判定できないと思います。なぜならば自分の中に両方あるからです。多くの日本人は右か左かね、この両方100、100だとしたら、大体この中間のねバッファー30ぐらいで揺れてると思うんですよ。プラスマイナス100だとしたら、プラマイ30ぐらいで、それが実際の社会であり私個人においてもそうですね。なんかなんだっけな、百田直樹さんの小説、僕すごい大好きですけど、あれ好きだったらね全員保守なのかならないですよね。ね、で違う本好きだったらねそうなのかって、その左右を議論するのは結構なんですが、極論によりやすいのでちょっと落ち着いた方がいいんだろうなと思います。たった一つの軸で評価できるほど人間って簡単じゃない、社会って簡単じゃない、もっともっと複雑なものなので、その複雑さを改めて意識してみるのも必要なのかなと思って、こんな紫のネクタイになってます。はい、でもサンフレッチェの色と一緒ってのはいいです。他はじゃあよろしいですか。では以上で記者会見を終了します。どうもありがとうございました。